東京ゲームショー2011コナミブースへようこそお越しくださいました。さあここからは皆さん大注目の小島プロダクションのステージです。今回こちらでは最新タイトル最新情報バンバン出していきたいと思いますので、どうぞご期待ください。なおこちらのステージの模様はストリーミング動画配信サービス Ustream を通じて全世界に配信されております。 Ustream 前の皆さん見えてますか？申し遅れました。私 MC をさせていただきます菊池由美です。どうぞよろしくお願いします。さてさて早速あのお方をお呼びしたいと思います。TGS 初日ですからね、あの元気いっぱいにちょっと登場していただきたいなと思います。それでは皆さん大きな拍手でお迎えください。小島プロダクション小島秀夫監督です。どうぞ。はい、ああ結構いましたね。はい、こんにちは、小島です。お願いします。はい、知ってる人ばっかりですね。はい、さあ小島監督始まりました、はい、TGS2011、はい、ね、2011年そうですよ TGS 始まりました。朝からありがとうございます、ね、あお昼ですけどね。あそうですね、はい、はい、結構あの人がいらっしゃらないという情報だったんですけど、そうですね、案外、まあ、30人ぐらいかなと思ってたんですけど、ね、ちょっと安心しましたけどね。バッチリいらっしゃいますね、はい、皆さん本当に期待して待っていますので、はい、ぜひぜひ。それとですね、ユーストリーム前の皆さんもぜひ一言監督お願いします。 あちらのカメラでございます。いつものような爆弾発言ができませんので抑えめに行きたいと思いますしてしてでも最終日はどうなるか分かりませんからね、はいはい、ということで、今回このいろいろなコアな情報がこのステージは聞けるということなんですけど、そうです、まあ、ゲームショーでビジネスデーなんですけども、はい、まあ、未来の話もちょっとはしますけども、どちらかというと来年メタルギアソリッドとかメタルギアが25周年ですので、はい、ちょっと過去を振り返ろうということで、かなりレアな情報が満載です。かなりレアです。ビジネスデーの初日なのに、うん、ファン向けステージをやっている私たちということです。そうですね、はい、今回は HD 化したり 3DS タイトルが出たりと、その辺の情報も最新タイトルの情報も出てきますので、はいはい、ちょっと長丁場になるかも、ちょっとですね、知れませんよね。予定では1時間なんですけども、はい、まあ最初なんで1時間半ぐらい、1時間半かもしれませんので行っちゃいましょうか。はい、ではですね、この今回のステージなんですけども、強力な助っ人素晴らしい方をちょっと、はい、呼んでみたいと思いますので、はい、MGO でもおなじみのあの方ですね、森一丁さん、どうぞ大きな拍手でお迎えください。はい、どうもよろしくお願いします。お願いします。暑いじゃないですか。暑そうですね。暑いですよ。蝶ネクタイ似合ってるよ。本当ですか。なかなか蝶ネクタイ似合うって言われて嬉しいのはカルペさんが僕ぐらいなんですけど、じゃあカルペさんと呼ぼう。いや呼んじゃダメです。森一丁でいいです。よろしくお願いします。ここものすごい暑いですよ。暑いですね。ピースコートが来てますけれども、すごい集まってらっしゃるじゃないですか。そうなんですよね。なんかあると思ってますね。なんかある、なんかありますよ。大きな発表があると思ってます。ありますよ皆さん。今日皆さんぜひウィキペディアに投稿する準備をしておいてください。ぜひ。中には何やこれっていうのもありますけどね。昔の話でね。そうですね、はい、よろしくお願いいたします。さあじゃあ早速なんですけども、今日ボードを使ってですね、はい、皆様にお送りして、いこうと思っております。まず最初のボードがこちらでございます。はい、こちらのボードがね、はい、初の試みなんですよ ね、 すごいですね。朝の番組みたいです。そうですか、朝の番組。はい、じゃあまずですねこちらなんですけども、はい、メタルギアソリッド HD エディション、今回の目玉でございますね。目玉ですね、はい、なんかもう何にも隠されていてわからない情報なんですけどね。僕らもわかりますよ ね、 ね、はい、通常朝の番組であれば、はい、大体この辺とかは出しておくんですけども、普通はね、全部隠すという、はい、ね、リハでは全部出てましたけどね。そうですね、はい、ちょっと、はい、いきますよ、はい、まず最初こちら。おお、まあそうなるだろうなと思ってます。ちょっと硬いですね。まあ、生で、生で、メタルギアソリッドの HD、喋れてませんよ。はい、HD エディション、はい、PS3 と360版です、はい。そうですね。商品ですね、これが。さあ、そして、はい、その中でここ。MGS HD エディションはここがすごいんだよというところで。ここがすごい。何がすごいんですか？これです。これ？いやいや、まあ、全体像ですけどね。はい。いきますよ。はい、中身です。HD だからものすごく高画質。高画質、まあ、まあ当たり前ですけどね、うん、HD、 HD はヒデオ。はいだらー。違う違う、はいだらー。はいだらー。違います。いきますよ。綺麗なんですよ、やっぱり。そうなんです、はい、画像解像度が 720p に対応しているということなんですが、うんうん、続いて、はい、
もうすごいですね。すごい粘着力ですね。粘着力すごい。はい、前編の60フレーム対応。前編0フレーム？違います。60フレームだよ。60フレームです、ね。はい。だから驚きの動きですよというのが。はい。ね、あの皆さんいいですか。今日はノリを多めにしておりますが。そうですね。はい、ですね、はい。メタルギアソリッド2は、はい、PS3 の時は60なんですけども、はい、3はちょっとジャングルなんで、はい、処理が追いつかないので、はいはい、30フレームだったんですよ。で今回 PS3 と36なんで、はい、60フレームしました、はい、だから、はい、こうぬるぬる動きます。そのぬるぬるがね、あの滑らかにって、はい、そういう、はい、そういうカメラもぬるぬる、僕の好きなダグラス・トランブルさんがですね45フレームを超えると、はい、人間は錯覚するんですよ、はい、映像を本当にあるような脳の回路がそう錯覚するという言われておりまして、それを超えるということですね。そうです、60フレームですからね。はい、ね、続いて4、もちろんもうノリ多すぎますよね。今日はね、PS3、Xbox 360版ですから、はい、トロフィーや実績解除は、はい、当たり前です。当たり前いうことですよね。ちょっとね、僕的にはですね、はい、ポロンと出るんですよ、トロフィーがね、毎回、うんうん、ちょっとめんどうっとしいなと。そうですか。僕はね、ほうほうほう、そんなことない。ユーザーのね、トロフィーが出ると嬉しいんですよ、はい、やったーってなるんですよ、はい、もうそれを解除するがための、そうです、ソフトといっても過言ではないと、はい、続いて迫力のワイド画面、すごいまともなこと言ってますよ。ない臨場感。じゃあ次いきますか、はい、次いきますよ、いきましょう。レモシンの再生タイプを選ぶ、これはですね、うん、何ですか。初めて発表しますけど、はい、ワイドになりますよね、はいはい、サイズがで、もともとワイドじゃないんで、うん、ワイドにするともともとなかったところの絵を作るんですよ、はいはい、で CG なんで、うん、そこを補ってます、はいはい、でちょっと今パネルが出てくると思うんですけども、もともと映画の場合は、はい、ワイドスクリーンをテレビサイズにカットしてますよね。これ逆なんですよ、そう、これが足したやつですね、はいはいはい、で足すと、上下黒くなります。上下ですね。でそういうのが嫌なの方は、はい、元のサイズで大きく、はい、これもともとあったんですか、この右側の、いや、もともとレンダリングというかそのリアルタイムなんで足しました、はい、足したんですね。なんで、そこに映ってはいけないものも多少映ってましたんで、あら、全部処理しました、ね、あ、そうなんですか。一個一個見て、お、なんか人の手が映ってたりとか、あ、なるほど、マイクが映ってたり、そんなことありませんけど、そういうことあったんで。でもちょっとこれ比べるとすごいいいな、はい、どちらも選べます、はい、まあ、右の方がいい人は右の方を設定すると前編こうなりますし、うんうん、上下ちょっと黒くなってワイドの方がいいという方はこういう、いいですね、まあ、いわゆる映画を見ているような感じですね。シネスコサイズみたいな、ね、シネラマサイズみたいな、うん、70ミリのサイズっていうことですよね。選べます、ができる、ゲームの途中でも選べます。なるほど、はい、そしていいですか、はい、デーレン。これ隠す必要あるのかな、言うことないんかよみたいなね。、はい、ここは隠す必要本当なかったですね、はい、ないよね、だからこそ文句が面白いと、だからこそ、はいはい、さあ、文句なくですけどね、うん、文句いっぱいあると思いますけどね、文句ないないだから、はい、そして信じられないボリューム、これはね、文句ないと思いますよ。文句ないですよ。これバグチェック大変なんです。そうですよね、えらいことです。いきますよ、はい、一つずつ。じゃあまずは MGS2、はい、これは、まあ、MGS2 が入っていると、はい、入ってる。そしてさらに MGS3 が入ってます。これが2&3のエディション、はい、うん、HG エディション、まあ、まあ、これ入ってへんかったら詐欺ですよ、うん、そうですよ ね、ここまでは普通かな、はい、そして通称、はい、ですね、3にもサブシスタンスというやつに、はい、メタルギアの1と2、はい、これ MSX で出たやつなんですけど、はいはい、これが入ってましたけど、これも入れてます、入れてます、はい、そしてさらに、そしてですね、なんとプレイステーション版だけなんですけども、はい、MGS1 の、はい、ダウンロードチケットが無料で入ってます、うん、プロダクトボールということは、ですね、メタルギアの1、2、 MGS1、2、3の5本が5本が入ってますよ。でもこれだけあったらちょっと終わらなくないですか、はい、そうです。で、ね、36の方には、これが入ってませんので、はい、MGS1 が、うん、他の今検討してますので、はい、なるほど、後ほど検討されてるんですね、はい、なるほど。さあ続いていきます、よいしょ、発売の発売日、超気になる、気になります、気になる、言っていいですか、言っちゃう、こちらです、はい、2011年11月23日、はい、一斉にフラッシュがたかれましたよ、あんまりどうでもいい感じですけどね。そんなことないですよ、そんなことないですよ、この日がいいよ、日が、はい、いい、これはですね、123、123、1、2、3ってことですか、1、2、3、それはなぜに、ええ
1,2,3 でしょ、うん、これを隠して 1,2,3、まあ、本当 の, あの MGS1,2 とか、うん、まあ今取ってつきました。 今考えたね、確実にね、確かに情報がないと思いましたよさあそしてですね、はい、実はこれ発売当時の価格を合計いたしますと、うん、1,2,3,4,5 本ですね、はい、発売当時ってもうね24年前とかで今むっちゃ高いですよ。高いですよ、ね、プレミアム。そういうあの定価、定価で、定価でいきますよ、はい、定価でいくと33,180円なんです。33,180円、これはちょっとしたプレミアムパッケージですよ、どっか外国行けますよね。行けますよね、はい、これがお気になるお値段は、ね、隠すね、伸ばすね、はい、引っ張るね、いますよ、はい、気になるお値段は5,480円。大丈夫ですか。すごいですね、朝の番組みたいですね、昼間の番組みたい。さあ皆さんいかがでしょうか。5,480円、5,480円ですよ。いいですか、いかがですか。1,2,3 が5本入ってるんですよ。そうです、まあ PS 版のね、はい、そうです、はい、5,480円、3万3000がですよ、はい、これはもうずっと遊べますよ ね、当分の間遊べます、はい、もう朝の番組というか、うん、通販番組みたいになっちゃいますけども、で、はい、まあ、そんだけ入ってますと、はい、これから入っているものの、はい、ちょっと昔の話を、はい、レアな話をしていきたいと思います、はい、とても懐かしいタイトルが出てきましたよ、87年、だからこれで、はい、来年で25周年、うん、はい、ということに。そうですね、なんか今年はゼルダ と、うん、ドラクエが25周年ですけども、ね、来年メタルと、はい、FF が25周年、初代の、ね、初代のメタルギア MSX2 番、はい、2番、2番メタルギア、メタルギア、すごいでしょこのダサいロゴ私が考えました。そんな自虐的な、前から気になったんですけど、どうしてここだけ小文字だったんですか。いや、まあ、普通に M と書くと普通なんでね、ちょっと頭でっかちでしょ、まあ、新参もんなんで小文字にしました。ちょっと頑張ってる感が出てますよね、はい、ちなみにちょっと、ね、先ほどからおっしゃってます MSX なんですけども、はい、知らない方も多いかと思いますが、1983年当時に、うん、アメリカマイクロソフトとアスキーによって提唱された8ビット16ビットパソコンの共通規格の名称、はい、そうパソコンなんです。まあ、家電さんが、はい、ソニーさんとか、うん、パナソニックさんと、はい、いうのが、まあ、統一企画、共同企画で出したマシンなんですよ、うん、その画期的ですよ、ですよ、はい、8ビットと16ビット、そうそう、はい、で2は16ビットですけど、でパソコンなんで、うん、キーボードがついてて、はい、そうテレビに挿すと、うん、ベーシックでプログラムとか組めるんですよ。で当時はですね、結構こうファミコンブームなんですけども、はい、ちょっとこうインテリな、子供たちはそれを親に買ってもらって、うん、勉強するというか、ゲーム機とは違うニュアンスなんで、うん、なるほどなるほど、買ってもらって、買ってもらいやすい、で、うんうん、なんですけども、カートリッジを挿すとゲーム機になると、かっこいいいうマシンで、24年前ですよ。そうです、画期的ですわ、はい、うん、いいですか、はい、さあじゃあまずこちら、 MSX といえばコナミといえば MSX なんですが、うんうん、どういうことかと思いますか、うんうん、どういうことだ、こちらなんです、はい、はい、年間販売ランキングチャート10位中半分くらいがコナミ、そうですね、占領されてたと、僕が入社した時にその MSX を作っている部署に、はい、高価不高価、はい、入ったんですけども、はい、食堂にベスト10が一番貼ってあるんですよ、はい、でほとんどうちの商品でした。おで、うちの先輩が作った商品が1位、2位、3位独占してるんです。すごい、最新鋭、もう AKB みたいな感じ、 AKB ですな、今ならちょっと考えられませんけどね、いや、はい、全体的に、まあでもね、トップを走っていたと。そうですね、 MSX は非常にこう僕も鼻が高かったです。そもそも、MSX ってハードはどう思ってらっしゃいました、その当時。僕はですね、コナミに入社したのはですね、アーケードかファミコンをやりたかったんで入ったんですけども、はい、まあ、その MSX の当時の上長にちょっと気に入られたのかよく分かりませんけど、はい、そっち引っ張られまして、もうこれ終わったなと、うん、落ち込んでましたけど、はい、まあ、調べてみるとやっぱりそういうMSX の中でコナミって非常に特別な地位があったの で、うん、はい、で優秀な先輩方がいっぱいおられましたので、はい、でそんな中でできたのがメタルギア。そうですよ、ですよね、まあ、結果的には良かったと。良かったですよ、思いますね、当時最初、うん、どうぞどうぞ違ったんですけども、うん、そんな中ですね、海外で、はい、ファミコン版が人気爆発、これは皆さんご存知でしょうけど、はい、MSX で87年に僕作りましたと、はい、ですごい評判が立ちまして、はい、この雑誌でもそうなんですけど、はい、まあ、敵に見つからないように進むゲームが出たということで評判高いんですけども、はい、まあ、MSX なんでね、そんなに数量が出ません、はい、ということで会社的には、うん、あ、このメタルギアというのをファミコンに
移植しましょう、うん、ということで、まあ、僕は関係ないんですけど隣の部署で作ってですね全世界で当然スーパーそうですよ、ね、ネストがありましたから、はい、ミリオン行ってしまいまして、うん、おすごい、すごいですよね、私は一切関与してませんけどちょっと、はい、さあそしてじゃあ続いてなんですけども、はい、メタルギアソリッドスネークですね、はい、2なんですけれども、はい、こちらよいしょ、全てはここから始まった1990年です、そうです、これはメタルギアの2ですね、2が発売したこの間にスナッチャーを作ってるんですけども、はい、まあ、今なら結構小島プロダクションでは普通にやってる、まあ、制作のあのフローの一つなんですけども、はあはあ、この頃初めてやったという模型作り、はい、そうなんです、模型作り、つまりこちら、ですね、メタルギア2に、はい、メタルギア回 B というのが出てくるんですけども、はい、本来ならばそのゲームが二次元なので、まあ、鉛筆で描いたりデザインするわけですよ、ね、はい、なんですけども、まあ、立体で作りたかった、はい、ということで、デザイナーに、フルスクラッチと、うん、ジャンクパーツでメタルギア作ってこいと、うん、在宅勤務を命じまして、はい、家で粘土こねながら作ってできたのがこれです。すごいなこれがね、実はジャンクパーツだったっていうのがすごいですよ ね、 すよね、真ん中のところは粘土ですけどね、僕もちょっと削らされました。おもうひたすら削るんですよ、あのポケットに入れて削るんですよ、ご飯食うてる時も昼飯も食べたらこうやって削る、はで最終的にこの模型は、MSX マガジンとかの使われた広告にも写真でスタジオで撮影しまして使いました。かっこいい。で今はしんちゃんのブースに飾られてます。本当、はい、多分思い出深い一品。何回も作りましたがしんちゃんが直してくれました。直すたんびに良くなるというね。どういうことや。さすがしんちゃん。さあ続いて。よいしょ。VR の体験をゲーム制作。これもですね、まあ、今ではその軍事訓練をやったりですね、いろんなことをやりながらそこからゲームにフィードバックを、うん、ゲームデザインにしてますけど、はい、これは最初の頃ですね。こちら、これトミーさんから出てましたサバイバーショットという、はい、サバイバーショット、赤外線を飛ばすと、はい、ここにセンサーがありまして、はい、音が鳴って振動が来るというようなシステムがあるんです。これを買ってですね、はい、これ改造するんです自分らで、うん、無線機つけたり、うん、これはもう私物だしですね、これ僕のですけども、はい、これで舞台を作って、まあ、山の中入ったりして休みの時、うん、で夜は公園行ったりして、うん、遊んでた。へあ今監督が遊んでたとおっしゃいましたね違いますよね、制作ですよね。でここで、いろんな経験をしてこれ面白いな怖いなっていうのをゲームに入れてできたのがメタルギアソリッドソリッドスネークね、はい、物音モードっていうのがあるんですけども、うんうん、どうしてもこれちょっとでも動くと、はい、パキッて小枝が折れるんです。これ見つかって打たれるんで、はい、これ怖いっていうことでそれで入れたのが物音モード、うん、でそれが、まあ、MGS にも、うん、引き継がられると喋れてません。やっぱり反映されているんですよね。そうですね、遊びながら作れたゲーム、本気で遊びながらそれが制作にいったと、はい、だからこそリアルなんですね、はいはい、うん、さあそして1998年、はい、じゃあメタルギアソリッド、8年後ですね、はい、長かったですけどね。こちらはプレイステーション版です、まあ、この頃から皆さんご存知ですね、うん、メタルギアソリッド、はいはい、ちなみにどうでしょう、メタルギアソリッドからやり始めたなんて方いらっしゃいます？ああやっぱ半分ぐらいから、まだでももっと若い方多いですね、いう方ですかね、うんうんうん、じゃあ早速いきますこちら、はい、米国フォーチュン誌に20世紀最高のシナリオだと大絶賛された、うん、あれ、これは何ですか？僕直接聞いてませんけど、まあ言われたみたいですけどね。最高ですよ、最高のシナリオ。20世紀ですよ、もう21世紀なんで。何をおっしゃいますか？まあ、ね、じゃあ次いきますよ。なかなかないですから、はい、行きましょうか。続いてゲーム開発、はい、どんどん変化していきます。どんどん、これは変化しましたね、はい、3D なんで、はい、PS、まあ、プレイステーションってそうです、ね、ポリゴンを扱うんで、はい、立体になりました、ゲームが、そうですね、大きく変わりましたね、はい、でどの辺が変わったのか、模型作りですよ。変わってませんねいやこれは、はい、これがレックスだ。はい、これは先ほどありましたけど、これはメタルギアに出てくるレックスという、はい、うん、メタルギアですけども、この頃しんちゃん、新海洋二さんがですね、はい、新海洋二君が入社されまして、はい、もうホビー大好きなんです、うんうんうん、で彼の最初の仕事がこれで、はい、同じように、うん、画材とか渡して、はい、自宅勤務、うん、で1ヶ月かかってましたすごいな、はい、で大体毎朝電話がかかってくるんです会社に、新川です、今から作ります、はい、で大体5時半ぐらいに電話もらうんです、はい、今ここまで進みました、え
それがタイムカードの代わりってことですか。そういうことですね。まあ、元気してるかっていうことです、うん、これで1週間か2週間に1回心配じゃないですか、しんちゃんね、しんちゃん自分のことできるので、こうなっちゃうから、下宿に行くと、ジャンクパーツの中で、あの芯の臭い部屋の中で、ああ危ない危ないって言ってるんで、連れ出してコーヒーを飲ませるっていうのでできたんです。すごい。これは今どちらにあるんですか。これしんちゃんのブースにあるんですね。ちなみに続いてマップデザインに秘密兵器導入、はい、それはこちらです。あ、これレゴブロック。レゴですの。レゴブロックですね、レゴ。この人誰だ。ヒデオさん。ヒデオさん、HD ですね。HD、はい、まあ、僕ゲームデザイナーなんでマップ描くんです、はい、この頃は作ってたんですけども、はい、今はもう任せますけどね、で 2D で方眼紙で描いてたんですけども、立体になると、そのプレイヤー視点で何が見えるって分からないですね、はいはいはい、あとここからこの柱の向こうにエレベーター見えるかなってのは分からないんで、でレゴブロックを買ってきてですね、一番ちっちゃいパーツを、でそれで組み立てて、なおかつですね、 3CC カメラってあの、CCD カメラちっちゃいね、はい、CCD カメラ でそれで画角を決め、カメラの位置とかも全部それで決めれるようにしておいて、これでそのまま松花にこれを渡すんです。で彼はこれをモデルにしてた。でこれキャメロンがですね、ジェームズ・キャメロンがターミネーター2でやった、あ、そういう手法なんですか。そうです、いわゆるセットを全部作るとお金かかるじゃないですか、時間で、カメラでこことここを撮るっていう時に何が映るかを調べるためにやったものらしいんですけども、僕はそれをちょっと本で読んで、まあちょっと真似しました。なるほどなるほど。そしたら大発見でした。よ、こんなに違うんだっていうのが。いやもうね、なんか違うもの作ってしまうんですよね。ああ素人だ。ダメでしょそれは。で当時ですね、あ、はい、で当時、まあ、あの土日も一生懸命仕事しましたから、あのちっちゃい子供がいましたんでね、遊びに行けないでしょ、会社に連れて行ってたんです、ほんで隣に座らせて余ったレゴで何か作らせてました、よくできましたとか言って。日曜日のお父さんここでやってたわけですね。なるほどね。お父さんは会社で忙しいと言いながら会社で遊んでるという噂が家庭で立ちました。ちなみにその当時のあのハッピーバースデーの贈り物が社員同士で、レゴブロックを贈り合ってたそうですよ。あ、はい、そうなんですか。もういりませんね。もういりませんか。はい、でも未だにお好きですもんね、レゴブロックね。そうなんですけども、2からはちょっと無理でした。あ、そうなんです。もっとディテールが必要になるので、レゴブロックで作ってたらそれだけで半年かかったりする。じゃあ続いていきます。いきましょう。はい、続いてはこちらです。ゲーム業界初新しいチャレンジが時代を切り開くのだ。なんだ？ということでこちら。危ない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 、院長さんも危ない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 、こちらでございます。あ、実写ムービーを取り入れたよと、まあ、そうです、これはですね、まあ、当時の、プレイステーションのゲームって、まあ、ムービーが再生できるようになりました、ちょっと、あの圧縮された、ムービーなんですけども、で、だいたい CG ムービーとかアニメーションをかけてたんですけども、あのメタルの場合は、実写のフィルムを買ってきまして、記録フィルムを、それをまあ随所に入れてると、まあ、核兵器の話をするときは核兵器の実写のフィルムとか、遺伝子の話をするとか遺伝子の実験の、フィルムを入れて、ちょっと科学番組のような、そういう説得力をちょっと持たせたいということで。それをしたかったんですか前から。そうですね、まあ、前からというか、まあ、自然と、やりました。じゃあその中でもさらにですね、よいしょ、ゲームトレーラーの制作、これ、今ではってことですよね、これですね、まあ、今では当たり前なんですけども、普通、昔ね、ゲーム画面って今ほど豪華じゃなかったんで、何をするかというと、CG レンダーのムービーを作るんです、イメージムービーみたいな、まあ、そういう、いまだにそういうことをしているところもありますけど、丸投げしたり、映画会社に、なんですけども、それとはちょっと面白くないので、ゲームをプレイした映像をカメラを変えるんです。あの 3D なんで変えれるんで、見方を変える、あのゲームを誰かにプレイさせながら、僕がカメラマンになってカメラを変えるというようなもので、まあ、絵はしょぼいですけども、実際の実機で演出をして、まあ、ディテールも見せれるということで、これを
始めたところ、まあ、今では当たり前、ね、いや当時 そのトレーラーにゲーム画面が出てくるっていうのは本当に驚きだったんですよ。大変なんです撮るの、うん、このショットだともう 半日ぐらいかかるんです。ですよね。一回失敗したら最初から、ね、AI が同じ動きをしないんで、大変なんですけども、うんはい、すごいですよね。これは買ってきて、まあ、実際ゲームでこんだけやると見つかってしまいますので、うん、やらないでください。はい、これ一斉封鎖しました、はいはい、こちらなんですが堀山の砦、はい、これもさっきと同じなんですけども、はい、あの頃のゲームっていうのは、うん、ゲームとデモ、はい、シーケンスっていうのは分けてまして、はい、そこだけ綺麗なムービーが流れるんですよ、でそれはそれでいいんですけども、ゲーム世界とかなり違和感があったり、ロード時間があったりするので、でその自分がゲームでプレイした位置と違うところにプレイが立てたり、違う服装してたりするんで、そういうのは嫌なので、あえてムービーを使わずに実機のデモで、はい、リアルタイムでやったのがこれ最初なんですよ。ただその見え方がですね、非常にこうゲームのモデルを使ってますから、はい、しょぼいので、はい、当時はもうクソみそに言われましたね。ボーラ氏なんてオセロットの顔が出てるところで、うん、なぜこの人はパンストをかぶってるの、うん、テクスチャーが伸びてるだけなんです、まあ、顔がないんですよ。ドットで書いてある、はいはいはい、そうですよね、まあ、でもこれ今当たり前ですよ、うん、そうか。でもこういう、まあ、業界初の新しいチャレンジが時代を切り開き、当時は全く評価されませんでした、うん、いやでも今はもうほとんどがねこういう形になってきてますね。でもこれが最初って誰も知らないですから、はあ、さあそしてですね、先ほど、はい、フライングしましたパロリ、はい、パッケージ事件、思わぬ落とし穴があったよという、はいはい、何かと申しますと、何ですかこれは。箱式紙、はい、こちらですね。これですね、はい、これが最初のパッケージ、はい、覚えてますかこれ。当時ですね、イラストがないとダメなんです、はい、営業的にも、はい、まあ、銃持ったスネークはくれって言うんですけど、うんうんうん、やっぱそれ嫌なんで、いわゆるシンプルな、そうです、はい、ファイナルファンタジーさんだけはこういうことを許されてたんですよ。やっぱりネームバリューあるんで、新参者のお前らがなんですんねんって言うんですよ。お前無理やりやりました。ほうほう。ところが、うん、それでは目立たないんでね、うんうん、ロゴを立てました。立てました、立てた。すると店頭に行くと、うん、横にされてました意図が伝わってない、いいとか、いや読まれへんということでどこ行ってもこうなって、僕はまたこう縦にしたんですけどでですね、はい、意外と、うん、これが爆発的に売れまして、でなくなってしまいました、はい、店頭から、ええ、でリピートという作業をするんです。しますよね。でそれがどんだけできるかで勝負決まるんですね、うん、はい、欲しい時にないと困るんです。急がないとね。で印刷をするんですよね、はい、これでも白押しという処理をしてまして、はい、これちょっと金属これ銀色なんですよ。特殊印刷なんで、発注してからだいぶかかるんです。時間がねかかるんですよ。そんなことさえ僕ら知りませんでしたから上がってこない、はい、えらい怒られました、ほんでこれ箱押し事件と言われまして、これ以降箱押しが禁止に、めちゃくちゃ怒られまして、当時、怒られまして、で禁止名、まあ、禁止令が出まして、はい、こういうパッケージになる、横文字になっちゃったっていう、はい、これベスト版ですけど、はいはい、ものすごい貴重ですね。これお持ちの方はね、縦バージョンはね、ね、はい、皆さんに聞かれました、なぜ立ってるんですかって立たせたいからや、はい、さあじゃあ続いてこちら、はい、心霊写真でフライデー、これは知ってますかね。これご存知の方いらっしゃいますか。あ、いませんか。いらっしゃいますね。ファミ通あたりが知ってますね、はい、あの辺はね、ここからね、ゲームの中でカメラっていう、はい、アイテムがありまして、はい、それでいろいろ撮れるんですよね、はいはい、であるところを撮ると、うん、なんとスタッフの生き量が映るんです。生き量、はい、それがこれなんです。でらららららこれ仕込みでも何でもなく、うん、本当にフライデーされましたもうね、びっくりしたみたいですよ。ゲームやってたら写真が写ったんで、なんでこれ仕込みなんですよ、はいはい、僕らが。そうですよね。でこの写ってるのがね、佐々木くんっていう、はい、当時のデザイナージョニー、ジョニーなんですけども、はい、自分の顔が写ったもんやから、うん、消しとかで飛んできまして、フライデーされたーと、うん、僕まだ生きてるんですけど疫病が。なんでこれ思いついたんですか。はい、いやいや、まあそんなことを毎日考えてますからね。すごいねそういうことを毎日考えてる、はい、で方で同じシャドウモセスっていうところに行けるんですけども、そうそうそう、はい、あそこでも、うん、まだ生き量が残っている、まだおったんかいっていうね、社員の心霊写真が写ります。そうなんですよ。さすがにそれもフライデーはされないですよね。それはさすがにもうないですね。分かってるみたいですね、はい、これマジですよ、うん、当時はね、本当に出たと思ってたみたいな。フライデーされてしまったと、はい、さあそしてですね、この辺りから CM にも力を入れ始めると、はい、CM のいうことなんですが、意外なエピソード、はい、
まずこちらです。ナレーションがバンプ？バンプ？バンプというか塚本慎也監督、はい、この賞を取られましたけど、はい、大好きな監督さんなんですけど、うん、僕がたまたま CM のナレーション撮りの時いなかったんですよ、はいはい、で上がってきて後で知りました、うん、え塚本監督が声を当てているという。え塚本監督がそもそも、はい、なんで声優の方に、ね、塚本監督が当時声優事務所に登録されてて、CM のナレーションをされてたんです、サントリーの CM なるほど。で、代理店の方が使ったんでしょうね、で後で僕知って、ちょっとびっくりしましたけど、まさかの運命ですよね、はい、その CM はこちらです。はい、名前はメタルギアソリッド、コナミ。これですよ、ね、メタルギアソリッド。もう塚本監督って聞くと余計かっこよく聞こえる、はい、であの方ではバンプ役をそうですやっていただいて、念願のね、お願いしました、ねえ、はい、何よりも驚いたのがあの幻想水濠伝か。そうですね、体験版が入ってるんですよ、はい、体験版がここに入ってるわけですか。幻想水濠伝2が入ってまして、なんとメタルギアソリッドの体験版はパワープロに入ってたんですよ。そもそもそうだったんですね。すごいすごい、もう何でもありです。続いてこちら、マボロマッシュ。来た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 。これあんまり見てほしくないんですけど、いや見せたい見せたい。翌年にメタルギアソリッド1の完全版が出まして、はい、インテグラルというやつが出まして、はい、でそれの時ですね、ちょっと予算がないんで、はい、でもまあ少ない予算で変わったことしようということで、はい、コナミの提供枠が、はい、あったんですよ、深夜枠で、はい、そこで、1回しか流せへん CM を、7本でしたっけね、全6種類、はい、6種類作りましょう、うん、あの7本なんですけど、はい、僕が出たら6種類ですね、そうですね、はい、ということで、はい、作りました、はい、で僕出演なんで、出演なんと6本を1日で撮りました、朝の4時から夜中の12時ぐらいまでかかって、監督が出てるロケです、ロケロケですね、はいはいはい、はい、じゃあまず一回見てから、そうです、今日はその中の一本ちょっと、はい、幻の CM です。じゃあご覧いただきましょう、どうぞ。これね、新宿の駅前で撮りまして、このベンツは某音楽家のベンツ借りまして、なんかいますけど、監督、これはですね、監督, 笑いますけどね、これがこれ大変やったんですよ、これな、どうしたんですか。新宿の駅前に車を止めて、堂々と撮るんですけども、こうゲリラ撮影で、あの実は警察の許可を得てませんでした、当時から許可は言ったんですよね、当時から許可は言ったはずなんですけども、あの、まあ、余裕もなく、堂々と撮ってたんですけど、今だから言える。僕が運転席にいまして、はい、後ろに隠れてる人がいるんですよね、で無線機持ってはりまして、はい、その人が周りの状況を伝えるんですよ、はい、で警察官が近づいてきましたと、このまま尋問されたら小島さん、エンジンつけて、つけて逃げてください、乗っててくださいと、はいはい、と言われました。あの時効の話ですからね、はい、時効の話ですよ、はい、ほんならですね、警察官来られたんですけども、あまりにも堂々と撮ってるんで、あの許可取ってと思って一緒に見て笑ってました誰が撮ってんだろう、何を撮ってんだろうと。ちなみにこの CM が流れて親戚中から電話がかかってきたとかってあんまりなかったですね。あ、はい、まあ、でもあの深夜枠ですからね、そっか、であれ1回しか流れてないんです、1回なんですけども、はい、バッティングセンターで撮ったやつはちょっと事情がありまして、はい、これ流れてない、見たい、みんないいですよ、はい、見たいね、見たいですか、うん、じゃあ、まあ、また今度ね、わかりました、もうちょっと押せばいいかなさあ、じゃあ続いていきたいと思います、はい、はい、続いて2001年、はい、メタルギアソリッド2でございます、はい、はい、2001年、3年後来ましたね、来ました、この辺はもう皆さんご存知ですかね、うん、そうですね、はい、こちらですね、PS2 で最も売れたステルスゲームとして2008年ギネスブック、うん、こちら、はい、はい、全世界累計出荷数700万本以上、まあ、今はね、千何百万本っていうソフトありますけど、うん、この当時はすごかったんですよ、2001年、はい、うん、今はちょっと肩身狭いんで、いえいえ、まあ、頑張ろうとしてます、はい、まあ、でもそのあたり、まあ、あの礎を築いたのはこのソフトだと言っても過言じゃないですね、そうですよね、そういうことですよ、はい、さあ続いていきたいと思います、はい、こちら、よいしょよいしょよいしょ、はい、2001年アメリカニュースウィーク、未来を切り開く10人に選定、はい、はい、されたんですが、こちらです、向けれども監督覚えてらっしゃいます、このあたり、これあんまり覚えてないですよ、あの開発終了間際で、はい、もう死にかけてる、まあ、髭も剃ってない時で、うんうん、はい、で来られて僕違う雑誌だと思って、適当に答えてましたら、まあ、ニュースウィークやったんで、こういう感じでね、はい、載ったんですけど、これ日本語版、はい、ニュースウィークですからね、うん、まあ
まあ、切り開いたのかどうかは分かりませんけど、10人で。あのですね、これは親戚とか、はい、いろんな人から、はい、いろいろありました。天皇がやっぱり。ほんで、まあ、東京にロバちゃんが来まして、秀夫すごいなってこれ見て、隣にバンサンカッセルさんが乗ってたんですね。はい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 、でこの隣の人かっこええわそればっかり言ってましたね。監督じゃないんですね。秀夫かっこ悪いみたいな監督じゃないんだ。うざいわ。監督も見てないってことですよ。隣ですよね。これね、ほんとひげぼうぼうのね、顔してらっしゃるんですよ。ほらもう芸術家のような感じですよね。そう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 、はい、さあ続いていきます。続いてよいしょ、これらすごかったよと。何これ。そうですね、この、大混雑、まあ、2000年に E3 で発表、はい、まあ、トレーラーを先ほどのありましたね、リアルタイムのやつでカメラを変えたデモっていうのを作って、はい、まあ、公開すると、はい、もう当時はネットがないので、はいはいはい、その今これ流れてますコナミブースで、まあ、1時間に1回やるわけです、だから人がダーッと集まってきても、はいはい、通路も何もかもなくなって、はいはい、で終わるとまた去っていくっていう、でずっと寝転んで見てる人もいる、でこういうのがあって、まあ、トレーラーが効果的だということで以降、E3 では皆さんトレーラーを、そうですよ、はい、E3 では期待してますからね、監督のトレーラーは。ただ今はやっぱりネットなんで、まあ、こういう手法はちょっと、なるほどね、随分リラックスしてますね、はい、随分リラックスしてます、懐かしいですね、はい、自分が中にいたとかいう方が、ね、いらっしゃるかもしれませんけど、かもしれません、アメリカから来てくださった、泣いてる方いますよ、泣いてる方、すごい。さあそして続いていきますね、はい、こちら、メダルを知らないあの人が CM？ これは日本版の CM ですね、はい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 、どういうことですかこれ。まあ、誰かタレントさんを使ってメタルを紹介したい、うん、で、はいはい、有名なタレントさんなんですけども、はい、その人は知らないけど勧めてるっていう、そういうコンセプト で、はいはい、で最初オファーがあった、僕にオファーがあったのは、違うタレントさんだったんですけど、はい、僕は GACKT さんが当時、はい、すごい勢いやと思ったんで、GACKT さんをお願いして GACKT さんに出ていただいたとという CM があったってことですね、はい、あの僕は知らない、あそうですね、テーマがメタルギアソリッド知ってるって、僕は知らないっていう、まあそんな CM なんですよ。斬新ですよね、はい、あれはあれ。さあ続いてメタルギアソリッド3スネークイーター、はい、3年後、はい、こちらユミさんちょっと説明していただいてもよろしいですか。なんでですか、いきなりどうした の、 これあのメタルギアソリッド3ですね、はい、こちらのスネークイーターなんですけども、1960年代の世界を描いた作品で、メタルギアサーガの壮大な物語の原点でもある作品ですね、こちらなんですけど、2010年に発売されたピースウォーカーの少し前の時代を描いた物語なんですけれども、はい、メタルギアファン最も支持を得てる作品で、ございます、はい、ね、こちらピースウォーカーから始めた方っていう方もたくさんいると思うんですけど、そうなんです、私はやっぱりこちらの3からおすすめしたい、ね、あの主人公がネイキッドスネークという、はい、ソリッドスネークのお父さんになりますので、うん、はいはい、まあ、このあたりから始めていただけるといいよということで、はい、まず、ね、はい、業界創生のコラボレーション、はい、コラボ出ましたね、ここからですよね、あの、まあ、今ではすごく当たり前で、まあ、いい業界になりましたね、はい、あの当時は同業他社でこんなことはしてはいけない、ハットでしたからね、あの映画で昔 あの、うん、ありましたよね、あの、何でしたっけ、なんとか協定というのが5社協定、営利ってことですか、5社協定でしたっけ、そういう協定があったんですね、自分の東方のアクターさんは他の映画出れないとか、あります、あります、ああいう状況だったんで、うん、まあ、もっと業界同士仲良くしてもいいんじゃないかということで、やり始めたんですけども、こちらです、あ、はい、カロリーメイト、こちらはですね、あの、まあ、同業他社じゃないんですけども、実際にカロリーメイトがゲームの中にアイテムとして出てくる、出てきましたね、うん、はい、これ遊んでるとカロリーメイトが食べたくなるんだ、なるんですよね、そう、やっぱあの宣伝効果バッチリじゃないですか、バッチリです。さあ続いてこれ来ましたね、これはゆみちゃんこの時 MC で、はい、はい、私 MC をさせていただいておりますけれども、これでモコザルサルゲッチュ、まあ、3はジャングルを舞台ですので、はい、まあ、ジャングルにピポザルがいてもおかしくない、うん、いや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 、まあ、そもそもピポザルがいたらおかしいでしょ、ピポザルが大好きだったんですよ、ピポザルかわいい、なんでピポザルお願いしたところ快く了承いただきまして、でピポザルがゲームに出てくる、はい、もうね、ピポザルのゲームにもスネーク出ます、そうなんですよ、この相互コラボの初めて、これは驚いた、もう驚きましたよ、なおかつですね、あのステージ、これ東京ゲームショーですけども、はい、ステージにピポザルが来ていただきまして、はい、それで話題が騒然となった、そうですよね、コナミ以外の何かキャラクターが乗るっていうのがまた珍しいですよね、そうですよ、まずはね、ピポザルからやります、サルゲッチュから私やりましたからね、サルゲッチュから、ゲッチュって大塚さんがゲッチュって言います、はい、その他にもどんなコラボレーションこれまで、ロックマンと僕隊とか、はい、まあ、いっぱいありますね、あのでそもそもですね、あの
まあ後で出てきますアヌビスっていうゲームがありまして、はい、そのメカデザインを金子さんに金子一馬さんアトラスの人にやっていただいて、うん、なかなかそれも異例やったんですよ、うん、当時としては。でそれにユミさん のポスターも。そうですね、まあ、ユミさんのポスターは同業他社ではないので。そうですね、いわゆるコラボレーションでどん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 と、はい、ありがとうございます。さあ続いてなんですけれども、はい、こちらよし門外不出のマルヒトレーラー。これはもう誰も見たことないんじゃないですかね。ユミちゃんも見たことないですよね。僕会社で潜入して見たときに、うん、唖然としました。これ説明しますと、はい、まあ、メタルギアソリッドっていうゲームがですね、はい、海外では100万本軽く超えていくんですけども、日本では90万ぐらい、うん、で惜しいんですね。頑張って止まってしまう、うん、でやっぱり日本でも売れてほしいんで、ワンツーと100万本をどうやったら売れるっていうのをだいぶ話し合って、はい、いろんなチャレンジをしたんですけども、なかなか達成できない、で当時ですね KMJ っていううちのコナミのグループ会社が販売をしておりまして、はい、そこに頑張ってもらいたい、うん、3では100万本売ってくるよと、いうことで、スネークさんにお願いしまして。ほら、意味わかりました今、はい、意味わかりました。意味わからない。スネークさんにお願いして KMJ に皆さんに頑張ってくれという応援メッセージってようあるじゃないですか。あります、ビデオメッセージ。ビデオ、はい、お願いします。わかりました。じゃあちょっとご覧いただきましょうか。これは社内の会議で流したやつです、はい、だから絶対に門外不出です。KMJ のみんな、メタルギアソリッド3をよろしく。今度こそ100万本売ってくれ。ひどいひどい。これすごいコストかかってるんです。これそうですよね、びっくりしたんじゃないですか。だってもうキャプはやらなあかんでしょ、大塚さん呼んでこらなあかん、はい、スタジオで撮って、反応はどうでした。100万本売れませんでした。はあ、まあ衝撃度が高すぎたんですよ、ね、衝撃ですね。 あっけらかんとしてますね。だってまずもうピントが合わないところから始めるってもうおかしいでしょあれ。すごいな、やってましたもんね。やってました、売ってくれっつって売ってくれって。でね、もう一本本当は見せたかったビデオあったんですけど、これはちょっとね間に合いませんでした。これはですね、ちょっとすごすぎて、すごすぎてちょっと間に合いませんでした、他社も関わることなんで、あ、そうなんですか。申し訳ない。いつかね、いつの日か。続いていきます。はい、こちらです。よいしょ、完璧なカムフラージュ。完璧なカムフラージュ、完璧なカムフラージュ、これです。何でしょう。はい、ワニー、ワニキャップ隊ですね、これ。ワニキャップ隊、これ、はい、女子ですよね、女の子ですよね、はい、3の中で、ワニキャップというのが出てきまして、はい、出てきます。これを被るとちょっとこう見えにくくなるという、はい、まあ、ギャグのアイテムなんですけども、はい、これを使ってプロモーションしましょうということで、4人1チームで、4チームで透明版、はい、発売日近辺歩き回ると、ワニキャップつけたまんまコナミガールが歩き回るってことをやりまして、で、はい、僕ね東京ですれ違いましたところ、全員下向いてます。なんでなんでなんで、重たいから。うわー、だってこんなんだって抑えてるもん女の子女子。これコンパニオン会社の方からクレームが出たそうです。ちょっとねこれ作り込みすぎて重いんですよ。すごい、私これ実際見たことあるんですけど、本当にすごいですよ、大きいし、ね、これインドガビアルというやつですね。インドガビアル、クロコダイル、アリゲーター、ガビアル種と 3種類いますけどね。長いですもんね、はい、口が。さあじゃあ続いて、はい、言います、こちらです。サラリーマン戦いの舞台はジャングル、ということなんですが、これは CM ですね、はいはい、まずはちょっとこちらをご覧ください、どうぞ。これタイです、タイでロケしました。来た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 、この役者さん最高、この方すごいですね。そうそう、だいぶ皆さん思い出してる感じがしません。あ、傘この辺もう毒蛇を食べているという。どこでビールをゲットしたんだろう。これ本当に溺れてるんですね。下にロープ張ってやって、はい、わざとやってるんですよ。すごい、本人知らないんです。あららら、ら、うわ、はい、こういったマッシュームなんですけども、はい、これワニキャップですね。おー、生き抜くと、はい、これCM の、はい、この監督は八木監督ですね。八木監督ですね、ボスとか、そうですね、有名な、はい、もう天才です、天才、はい、かっこいい、ひどいでしょう。これももう話題騒然でしたね。はい、
まあ、こちらのサラリーマンがジャングルを舞台にサバイバルを行うという、まあ、当時サラリーマンを応援したかったんですか。あのですね、2でもソニーさんに作っていただいた、はい、あの CM でサラリーマン編というのがあって、それが非常に人気がありまして、あの課長が隠れるんです会社で、引き出しの中に隠れてたり、天井に張り付いてたり、まあ、それが人気があったので今回も、サラリーマン王と。あのメタルギアソリッドって大学生、うん、社会人が多い、はい、ユーザーとして、そうですね、当然若い子もやってますけどね、意外とサラリーマン多いんです、はい、はい、そこにスポットを当てていたということなんですが、うんうん、さあ、まあ、いろいろとですね、振り返ってまいりましたが、はい、ここでちょっと商品に戻りましょうか、はい、限定版プレミアムパッケージもありますよと、はい、メタルギアソリッド 2&3 の、はい、そうです、HD エディションの、はい、限定版の発表です。通常版でなくて限定版です。はい、はい、ちなみに今回すごいのがこちら、超豪華、はい、MGS1 から3のアートブック、1、2、3が入ってるので、はい、1、2、3 の、アートブック出たんですけど、全部、はい、全部集めてきて一冊にしました。450ページ以上、人殺せるかもしれませんけど、殺せないでください。重量だって 3.1 キログラム。すごくないですか？全部でね。どういう重さがあります？PS3 の本体じゃないですか。鋼より重い。鋼より重いんで、持って帰るとき気をつけてください。本当ですよ。タウンページぐらいありますから。450ページです。ワン、ツー、スリー。重たいです。片手で持ってますけど。すごいですよね。そしてさらに。出ました、ね、市川さんの音楽 CD もついてくると。1、2、3のこれ、はい、ボーカル曲メインに入ってます、はい、3のスターセーラーの曲も入ってます。ボーカル曲だけを集めて入ってるということですね、はい、8曲入りね、8曲入り、はい、メインテーマ8曲入り、はい、で気になるお値段なんですが、はい、なんとこれだけ、はい、これだけついてですよ。書き下ろしのパッケージ、書き下ろしの、はい、ね、新海さんの書き下ろしのイラスト、パッケージ、ね、はい、さらにこれ、ちなみにリバーシブル仕様と、あ、そう、これは違いますね。あ、これは違いますね。これもそうです。あ、はい、あ、これも、はい、そうです、はい、で、はい、気になるお値段が、まあこれだけついてますから、はい、そりゃ行きますよ。いいですか皆さん、行きますよ、はい、出しますよ、よいしょ。ごめん、一丁さん頑張ろうね、こっちから行こうね、はい、頑張ろう、9980円、1万円切りました。お釣りが、ね、嬉しい、拍手が起こっております、はい、ありがとうございます。これ裏めくると、はい、2と3のなってますんで、はい、はい、こちらがぜひね、はい、9980円ということですので、はい、はい、お買い求めいただきたいと思います。そうですね、はい、でもまだまだあります。コナミスタイル限定版、これコナスタ限定ですね、はい、はい、どういうものがついているか、よいしょ、プラスオリジナルヘッドホンプラス、ね、ちょっと待ってください、はい、これにこれがプラスヘッドホン、はい、コジプロのホックスのマークがついてます、はいはいはい、でマグカップオリジナルの2と3のが入ってます、はい、ぜひカップルで、はい、マグカップみたいな、マグカップル、はい、こちらをぜひね、買っていただきたいと思います、はい、ちなみにお値段はこちらついて14,980円、1万5000円を切っております、はい、はい、はい、さあ、はい、そしてよいしょ、トランスワリング、あ、これは気になりますね、はい、というのはですね、はい、携帯機と強気型のゲームを行き来する、はい、うん、そうですね、というのがトランスワリング、はい、そうですね、E3 で発表しましたけども、はい、セーブデータを共有することで一つのゲームを強気型と、はい、また携帯型となんですけども、これはもうちょっと進んでますね、はい、進んでいる、セーブデータをオンライン上に置いていただくと、はい、ケーブルとかでやる必要はないので、はい、外出先からそこにアクセスすると続きが携帯機でできますから、なるほど、オンラインストレージといいますかね、はい、それがもちろんそのためによいしょ、ビータ版2012年、こちらも制作をしておりますので、はい、2012年には、PS3 と、はい、PS ビータで、トランスファリングできるぞと、うわ、いうことになりますね、嬉しいな、 MG3 がね、はい、出先でできるという、続きできますから、ね、うん、素晴らしい、すごいモードがいっぱいありますから、続きやりたくなります、はい、これもぜひね、あの2012年ということなので、そうですね、はい、ぜひ皆さん楽しみに待っていただきたいと思います、はい、そして続いては、はい、こちらでございます、メタルギアソリッド 3D スネークイーターなんですけど、どうもいきます、はい、よいしょ、任天堂 3DS のメタルギアとは何なのというところで、こっちですね、はい、これですね、はい、はい、この方に聞いてみました、はい、わー、松花さん、松花、はい、じゃあ松花 P のおすすめポイント何なのということで、はい、じゃんじゃんいきますよ、よいしょ、うん、プレイしやすい、コスチュームに自由を、ジャイロがすごい、
3D で遊べる MGS そのまま、ね、めくれてませんけど、はい、まあね、はい、携帯で遊べるということですね、一番大きいのはね、はい、で 3D でプレイしやすいですよ、非常に、はい、そうですね、操作性もあの操作性変えましたんで、そうですね、しゃがみ歩きとかちょっと、うん、まあ、あの携帯機なんで、はい、電車の中でもできるようにちょっと簡単にしてます、はい、はい、すごい密度感がありますので、そうですよね、あの体験コーナーで見てくださいね、ちょっとね見たんですけどすごいですね、今、はい、皆さん食い入るようにプレイしていらっしゃいました、見てますよね、はい、どうですか、あのジャイロセンサーによる深まるも臨場感ということなんですけども、はい、いかがでしたか、あの僕はやっぱり 3D をちょっとやって、あのジャングルは 3D 感で非常に出るんで、はい、そうですよね、酔うぞと思ったら、うん、まあ、ちょっとオフにしていただきます、はいはいはい、まあ、そのあたりに自由に選択できるということですね、はいはい、さあこちら気になる発売日、発売日、はいよ、あら、本当発売と、まだ本当かと、本当です、本当ですみたいな、うん、本当です、いや本当です、それ本当ですけど、まあ年末じゃないような気がしますね、年末じゃないような気がする、ちょっとけど春前ですね、うん、まあ春まで行かないですよ、当然春まで行かないと、その辺の混沌ですかね、混沌、じゃあ混沌ということで、まあ、松原さんに聞いてほしいです、転倒しないでください、いきますよ、はい、この辺りですね、はい、じゃあ続いてのパネルお願いいたします、ちょっとこれから、あ、はい、そうですね、はい、そうですね、はい、行きましたよ、この辺りからやっとあの、はい、若い方はそうですね、この辺はあれですかね、はい、もう必ず知っているということで、メタルギアソリッドピースウォーカー、はい、PSP で出たやつの HD エディション、はい、HD、はい、じゃあ早速いきます、はい、よいしょ、はい、PS3 と360、はい、出ましたね、出ましたね、さあ、はい、よいしょ、待ってね、はい、ここはすごい、そうなんです、ここがすごい、ピースウォーカー HD、 ここはすごい、はい、何がすごいの、よいしょHD だから信じられない顔がありましたね、信じられないと言われてもね、信じられない、はい、続いて、はい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 、ユーザーインターフェース 2D グラフィックノイズエフェクト最適化、これね、うん、当たり前なんですけど結構テーマかかるんですけど、はい、これが見たら気持ちいいです、はいはいはい、UI っていうのを全部変えましたし、はい、あのちゃんと HD バージョンに作り直しているということですね、はいはい、そうかそうか、続いて、よいしょ、はい、右アナログディスティック、これ当たり前ですけどね、そうですね、でも振動もつけました、うん、はい、やっぱり対応すると、はい、でもこれ対応するって結構難しくなかったですか、いや難しいというか、あの時間とお金がかかる、時間とお金がかかると、それもちゃんとしましたよと、はい、続いて、もちろんトロフィ ー, トロフィー実績会場にも対応して、トロフィーは僕ちょっとねボローンと出ると腹立つんですけど、まあ僕だけですよ、ね、2回目です、2回目2回目続いていきますよ、はい、よいしょ、楽々協力対戦、これはあのネットで、はい、あの公募も対戦もできますので、いいですね、はい、これはもうサクサクできちゃうということですよね、あとホックパーティーじゃなくてネットで、はい、あのできます、サーバー経由でね、はいはいはい、続いて、よいしょ、あ、PS3、こちらはですね、はい、もう PSP と PSE のトランスファリングなので、はい、まあ、PSP も売ってますから、うん、そうですね、お持ちの方はそれとこれでできますし、うん、PSE 版には PSP の、まあ後で言いますね、はい、まあ、でもプロラスファーリングももちろん対応していると、はい、対応してる、はい、嬉しい、さあそして気になる発売日は来た来た来た、はい、じゃあ正座して開けます、はい、はい、こちらです、2011年11月10日ということは2&3 の2週間前、はいはい、なんでこれを買って、まあ、2週間で遊びきれないと思います、遊びきれないです、はい、10日来ましたね、11月10日、でも11月10日にそうですね、はい、出ますね、これは、そして、はい、気になるお値段、はい、いくらがいいですか、皆さん、ごめんなさい聞こえませんでしたいきます、よいしょ、4980円、まあ、こんなもんでしょ、こんなもんでしょ、うん、いいですよ ね、 あ、こんなもん、あ、嬉しい嬉しい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、そして、よいしょ、これ PS3 版はなんと、うん、はい、いいですか、 PSP の、はい、PS3 版を買うと PSP のダウンロードコード付きなんで、うん、はい、それでタダでダウンロードできます、いうことに2本入ってます、なので、うん、お父さんが PS3 版買った、はい、遊んで、ええ、子供に PSP あげてもいいわけですよ、問題ないと、あんまり大きな声で言いませんけど、なるほどね、でそうなると360はどうなんねや、あおっていうことなんで、なんかつけます、あ、じゃあなんか考えてらっしゃるってことですね、決まってちょっとまだ言えないほう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 、後ほど発表させたい、わかりました、したいと思います、まあ、あのゲームショーはあの4日間ありますからね、そうですね、どこかで発表していただくと、はい、とにかくこれはですね、あの、メタルギアのファンの方ってやっぱり PSP なので買わなかった方も多いと聞いてます、まあ、そうですね、でこれを機会にちょっと、特に海外の人もそうなんですけども、はいはい、遊んでいただいてですね、うん、あ、なるほどと、うんうん、ナンバリングタイトルついてもよかったべと、お、じゃあその話いきましょうか、いきましょうか、はい、ナンバリングタイトルとして制作したんじゃないの、
メタルギアソリッドピースウォーカー、これですね、はい、パッケージの下に左に、うん、ヒデオゲームって書いてますよね、はい、でこれが入ってるっていうのは僕が、うん、ゲームデザインして監督して、うん、プロデュースもしてると、うんマップも作ってるということなんで、もちろんもともとこういうロゴでした。そうなんですよ、これはちょっと、はい、まあ、あんまり驚きはないんでしょうけどね、メタルギアソリッド 5ですからね、はい、なんですけど、まあいろいろ PSP なんで、まあ、前作やってない人もいるということなんで、はい、まあ泣く泣くというか、取りました。なるほど、さあそしてですね、こちらがすごいのが初の試み、1週間ぶっ通しのモニタリングを行ったよと。これですね、すごいクリアまで時間がかかるんですよね、なので1週間ずっと来ていただきまして、はい、通常は1日2日ってことですよね。そうですね、あのコープとかも実験も、はい、まあ何回にも分けても喋、れてない、何回も分けてない、何日も分けてやりますよ、何回にも分けて、何回にも分けてやります。普通はね、それをぶっ通しで、じっくり最後みんな友達になってました。そうなんですよ、なんか誘ってましたよ、もう前知らない人たちだったのにね、はい、女性を必ず一人入れたんですよ、チームに、はい、そうなんです、入れてたんですね。で、そんな中ですね、はい、よいしょ、これが嬉しいじゃないですか、親子2台で MGS ね、はい、MGS をやっている、こういう感じだったんです。これはいいですね、まあ、はい、今の仮面ライダーとかウルトラマンと一緒ですね。そういうことですね、うんうん、お父さん世代は、まあ、はい、MSX とかソリッドですけども、うんうん、お子さんがピースウォーカーで入って、はい、一緒にピースウォーカーでコープをやると、はい、そうなんですよ。でスネークってなんでこうなのって言ったらお父さんが、うん、実はこういうことがあってっていう、これはもう喜んでね、嬉しい嬉しいわ。ピースウォーカー去年大会ありましたけども、はい、親子で参加されてる方、はい、結構いらっしゃいました。多かったですね、そうですね、ぜひ孫親子3代まで頑張りたいと思います。頑張りたいと思います。僕は死んでると思いますから、生きとこ。じゃあ次いきますよ、はい、よいしょ。かくれんぼはサラリーマンから中学生になりましたよ。これはですね、先ほど CM3 ではサラリーマン編だったんですけど、はい、まあ、PSP は中学生高校生の人が多いわけですよ、はい、そうですね、あのリビングでゲームやると親に怒られるんで、うん、PSP で隠れてやるっていうのが日本特有のもんなんで、お部屋に帰って、なので今回はサラリーマンではなく、うん、中学生を主人公にした CM を、はいはい、あの八木監督にまた作っていただきました。ちょっとこちらもご覧いただきましょうか、はい、どうぞ。今から小テストを始めたいと思います。またテストか、ちょっと何俺さ、ずっと前から好きで、だから俺と付き合ってほしい。ちょっと待った、僕の段ボールに入ってください。段ボールこっちです。俺、うん、メタメタにハマるメタルギアソリッドピースウォーカー。あーやべ、あーやべ、いいですね。これがね、もうたまらん、あの子が、ね、のこの時代ってね、うん、結構こういうのに打たれるんです。いいですよね、お前女好きな女ばっかり決まって、うん、でもやっぱり俺は男の友情を取るみたいなね、はい、そういう一緒に入ってくださいはね、はい、流行語大賞になると思いましたよ。こっちです、ね、そこですか、行くと思ったんですけどね、はい、じゃあ続いてなんですけれども、はい、まあ、ピースウォーカーもですね、通常版だけでなく、うん、限定版プレミアムパッケージも出ました。ありますよと、もうね、何が何だか分かりません、我々も、はい、って、じゃあいいですか、はい、早速限定仕様のスネークフィギュアがついてくる、はい、ついてくる、ということでこちらです。これですね、はい、バトルスネークなんですけども、はい、以前発売したやつとちょっと塗装が違う、はい、プレイヤーズ界のフィギュアシリーズから、はいはいはい、発売されているスネークバトルドレスの限定特別塗装仕様、限定特別塗装仕様です、はい、今しゃべる同じこといただき、限定特別塗装仕様、塗装仕様、はい、そして、はい、そしてさらにですね、はい、こちら出た、出た、音楽 CD がついてくる、なんか似てるなと思ってさっきのこれ、ええ、かき、まあ、しんちゃんのね、はい、これにはですね、これも、ボーカル曲、はい、主に、はい、水木さんのやつとかも入ってます、はい、ドナーバークさんも入ってます、はい、なんと昭和ブルースは、うん、ね、大塚明夫さん、はい、そして港の陽子、横浜横須賀は杉田さんが歌います、14曲、うん、でそれ以外に、サントラが1回出ましたけども、はい、そこに入らなかった、はい、曲、ここでしか聴けない、まあ、いわゆる没曲、没曲が入ってます、没曲だけど惜しい曲、はい、入りました。すごいですよ、ボリューム的には、ね、すごいです、14曲ですから、フライングゲット A、B みたいな、うん、まあまあまあ、そのぐらいあるってことですよね。ありますね、ありますね、私あれ買いましたんでね、で、まあ、全体的に、まあ、こういう感じなんですよね、はい、うわ豪華、全体的にこういう感じなんですよ、何ですかこの豪華さ、はい、これですね、で、はい、こちら、はい、気になる、これね、はい、
これもごめんなさい、リバーシブル、はい、あ、そうです、それもそうです、こちらですね、裏向けると数が、はい、はい、開けましょうか、はいはい、これは多分入ってないんですかね、入ってますかね、これはこちらです、表がスネーク、はい、数、スネーク、数、日によって変えていただくと、日によって毎回毎回、ね、スネーク変えていただけると、はい、さあ、よろしいですか、気になるお値段は、よいしょ、また1万円切りました、はい、もうなんか驚きはないですね、もう大体こんな感じと思ってました、はい、いや皆さんふつふつと来てるはずです、あの食いついてます、 ありがとうございます、うん、9980円、はい、さあとなると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 、はい、よいしょ、またスタイル限定版、まあ、こなした、コナミ限定、ね、こちらがよいしょ出たプラス数、はい、これ特別塗装仕様、はい、手買ってますよねこれ、はい、カズファンはこれ買ってくださいね、買います、はい、買います、これと、はい、MGS ピースウォーカーマグカップ、マグカップがマグカップまでついちゃう、まだこちらに来てないんですけども、はい、だからあのこれ買うとスネークとカズのフィギュアがつきます、揃っちゃうんですね、はい、ほんでスクイニさんからもらってくださいね、ラブダンボールのやつ無料配布のね、そうですね、はい、すると価格が14,980円です、すごい、こちら、はい、限定版ですね、奥さんとかに怒られますよね、こんなん買ったら、そうですね、ただなんとなくごまかすことはできるんじゃないでしょうか、そうなんですよね、はい、箱が大きいからどこにしまおうかなと ね、まあでも一番すごいのはさっきの 3.1 キロですからね、そうですね、はい、400ページですから、はい、さあじゃあこのあたりを説明して皆さんだいぶ大体理解の方はできましたか、はい、大丈夫ですね、できました、もうすごい、ね、この後ちょっとね濃いのがきますんで、ここからまたさら濃くなります、じゃあ次のパネルをお願いします、はい、さあメタルギアだけじゃありません、あのファン待望のゾイシリーズ、はい、こちらもついについに HD エディション、ハイダラエディション、ハイダラエディション、ハイダラ、来たよ来たよ、さあ早速いきますよ、はい、いいですか、はい、よいしょ、はい、こちらです、ゾーイと、はい、ゾーイ2のアヌビスが一つのワンパッケージになって、うん、最高、 PS3 と360で、はい、HD エディションが発売されると、はい、やったー、ということです ね、 ですね、皆さん今ドキドキしてますよね、はい、ということで気になる新オープニングの制作、これを見てから話しましょうか、そうですね、はい、じゃあお願いします、はい、映像こちらです、久しぶりに来ました、もうね、あのですね、これはちょっとゲームショー用に、はい、あのつまんでるんですけど、えええー、とこの発売を記念して、はい、まあ、3分4分ぐらいのアニメを、はい、アニメをアニメというかそのオープニングアニメ、ね、はい、を作ってます、うそ、それもサンライズさんと、うわ、まあ、ロボットアニメといえばサンライズさん、そうですね、作っておりまして、まあ、先ほどのはまだあの昔の映像も入ってますし、入ってますね、新しいカットもあの剣がスポンポンでなんか脱いでらっしゃいましたよね、浮いてましたけど、 あれカメラ回り込んだりするかもしれませんけど、まあ、そういうの今作っていまして、これはまあちょっとテスト版なんで、そうですね、大きく変わりますけど、はい、まあ、そういうのも作ってます、まあ、でも期待度は高くなってきていると、そういうことですよね、さあそしてもう早速いきます、気になる発売日、もう気になる気になる、気になりますよね、はい、じゃあこちらでございます、よいしょ、じゃあさっき出ました、はい、まあね、2012年、今は作ってますんで、はい、でも12年ですけど来年、はい、来年ですよ、来年できます、もうすぐですよ、ねえ、はい、なんか年を感じてるみたいじゃないですか、本当ですよ、もうすぐですよ、来年ですからね、来年ですよ、はい、早く続きが見たい、見たい、じゃあこちらトランスワリング、はい、こちらも出てましたけども、はい、トランスワリングができます、できます、ということは、うん、こちら PS ビーターでも制作をしておりますので、こちら12年なんで、はい、来年にはまあ、どちら別ね、片方だけ遊んでいただいてもいいですし、はい、トランスファリングをしていただいてもいいですし、36を買っていただいてもいいと、どちらもできると、で、まあ、日本国民が全員ハイダラーと、ハイダラーですよ、ハイダラエディション、ハイダラエディション、はい、HD エディションいきますよ、はい、こちら関連商品フィギュアも続々と発売決定、欲しい欲しい欲しい、はい、エイダが欲しいんですけど、エイダは形がね、
ないですからね。ぜひご検討お願いします。ワイヤーフレームですから、ね、ワイヤーフレーム、オービタルフレームでお願いします。自分で最終的に補修できないとダメですよ。そうですよね。続いて、はい、特報。特報、さあ何ですか。シャッターチャンスでございます。何ですか。よいしょ。2012年夏テレビアニメシリーズブルーレイボックス発売決定。これね、はい、ちょっと誤解があるかも、はい、新しくアニメシリーズじゃないんですけど、そうです、ゾーイの時にサンライズさんとコラボをしてまして、はい、OVA とテレビシリーズが放送された、はい、ドロレスとイドロというやつ、はい、でこの間新宿で映画館で上映されました、はい、それがついにブルーレイになるってました。ということで、まあ、そちらをまず、はい、見ていただくか、まあ、うん、まあ、同時期なんでね、うん、同時期なんで言うと分かってしまいますよね、発売ね。2001年の4月6日のテレビ東京統計で放映されたロボットアニメ作品、そうですね、そうですよね、これが2012年の、はい、11年越しに、はい、夏帰ってきたブルーレイ、ブルーレイになると、待ってましたよ、はい、でまた再び、サンライズさんと新しいオープニングを作ってます、はい、いうことなんですよね。はい、はい、はだいたい今のでいろんなヒントが隠れていましたが、皆さんお分かりになりましたでしょうか。う、ね、続いていきたいと思います。はい、よいしょ。ちょっとですね、はい、ゾーイ誕生日は、はい、こっからが結構濃い話になりますよ、土曜日はもっと濃いと。そうですね、ちょっと今日はもう全部やってますんで、はい、その端折ってますけども、はいはい、じゃあまずこちら、まずですね、不要対戦何ですか。ゾーイはなぜ生まれたか、はい、ちょっと話は長いですけど、長い話しますと、お願いします、はい、ドラマシリーズというのがありまして、はいはい、まずメタルギアを僕作ってまして、そうですね、でそのために恵比寿に会社作りました、はい、なんですけど、うん、3年かかるんで、翌年から黒字経営しなさいと言われましたんで、はい、ドラマシリーズというのを同時に作るんです、はい、ときめきメモリアルドラマ、はい、ポリスノーツのシステムを使って、はい、その時岡村紀明さんを監督に据えて、はい、1と2を作りました、はい、やった人います、ときめも、に虹色の青春と彩りのラブソングっていうのを作りました、うんうん、はい、あ、いや、いらっしゃいます、これ結構人気なんです、うん、作って、うん、岡村さんは、はい、俺は天才やと思ったんですよね、はいはいはい、で僕にオリジナル作らせろと、ほうほう、でうるさいんで作れと、うん、で そういうこともあって、うん、3の、旅立ちの歌は別のディレクターにお願いしました、はい、で岡村さんは、うん、メタルに代わる新しいブランドを作るために、うん、はい、企画をするんです、まあ、でそれで作ったのがこちら、無用対戦ロボットアクションじゃなかった、すいません、はい、岡村さんに内緒に出してます。これね、半年か1年ぐらいやってて、もうテレビアニメシリーズができるぐらい、はい、ストーリーボード設定とかみんなあるんですよ、はい、してるのにもかかわらず、ね、西村君というキャラがやってる、はい、キャラやってる、彼も参加してやってたんですけども、はい、ゲームデザインがなかったの供養対戦、はい、はい、まあ、桜対戦ですかね、あ、違う違う違う、分かりませんけど、そんなこと書いたらまた、RPG、RPG、RPG ですね、あの、まあ、はい、お坊さんと女の子が旅をするっていう、はい、話なんですけど、はい、どんなゲームやねんっていうと、はい、それがないんだ、はい、ない、何をしとんねんと、あらら、さすがに怒りまして、ほんでお前らと、うん、まあスタッフにね、はい、どんなゲームやったら作れんねんと、僕は当然プロデューサーなんで、はい、関与しませんから、はい、その頃メタルギア作ってて忙しかった、はい、ほんなら全員がです、うん、ロボットアクションなら任せなさいと強く出まして、はいはい、出ましたよね、そこまで言うんやったら作れ、はい、ということでロボットアクションになったんですよ、なるほど。でもですね、でも供養体制、でかつですね、はい、岡村さん、西村さんが企画進行していたという話だったんですけども、西村さんが夏季休暇を取って、うん、ちょっとじゃあごめんなさい、お休みいただきますって言ってる間に企画変更が行われたと。あら、勝手に、はい、僕の企画書3枚です。あららららら、わずか3枚。あららら、あ、土曜日に出ると思いますけど。あららららららさあ、そしてですね、こちらアトランティス、これが、はい、アトランティスというプロジェクト名になります、はい、供養大戦からアトランティス、これは供養大戦の名前ですよ ね、 名前ですね、アトランティスってプロジェクト名、はい、あの、はいはいはい、極秘なんで、うん、あの、ほんまの名前言わない、あ、タイトル名は言えない、はい、なんでかと言いますと、これちょっと言うとどうなるか分かりませんけど、うん、実は最初、はい、ドリームキャストで作ってました、はい、でドリームキャストのマークってこういうみんな書き出しました、書き出しましたぐるぐる、なんていうんですかね、渦巻きですね、マークでしょ、うん、はい、でドリームキャストでやってるっていうのを、まあ、うん、そのまま言えないんで、はい、当時僕が見ていた、はい、アメリカのテレビドラマがありまして、はい、それが NHK で土曜日の6時からやったんです、うん、アトランティスから来た男ってご存知の方、水泳選手が出てるんですよ、そうなんです、
はい、その、はい、そっちね、海パンである日、はい、海から上がってきて、うん、記憶がない、うん、でそいつ泳ぎすごいんですよ、うん、エラ呼吸するんですけど、そいつが黄色いパンツだけ履いてて、そこのパンツに海パンにアトランティスのマークでドリームキャストのマークがついてるん。違うでしょ。おかしいでしょ。違うんです、似てる、似てる、似てるんで、そこまで引っ張ると誰も分からへんと思うね、アトランティスという、たまたまだからその主人公のついてた海パン、履いてた海パンのマークがまあ、ドリームキャストだったと、僕は見えたと、見えたと、何の脈絡もないですよね、はい、それはバレないわさあそしてですね、名前の由来、はい、そうですね、はい、でこちら、この当時作ってたのがこういう主人公2人、はい、ほう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 、ちょっとグラシア城みたいな、全然違いますね、これ西村くんがキャラとメカをデザインして、子供たちですね、子供たちとロボットですね、まあいかにもあのロボットアニメな、はい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 、ゲームですよね、あんまり危険なこと言わないでくださいよ、ね、はい、ちょっと監督いいですか、次に行っていいですか、とりあえず、はい、いいですか、いいですか、こちらですメガドライバーですね、合わせてじゃあコードネームです、コードネーム、しんちゃんがつける、ね、はいはいはい、これでも、うん、これ売りがないと、うん、その辺の話土曜日しますけど、はい、これあかんやろということで、ちょっとまた修正企画書をチーム員に渡して、はい、しんちゃんを入れたんです、うん、メカデザインにしんちゃんを入れました、うん、しんちゃんがオービタルフレームっていうのを作るんですけども、はい、名前決まってないんで、うん、メガドライバーっていうシンちゃんをつけたんです、なんでかと、まあ、もともとドリームキャストやったんで、まあそんなことはいいですか、なるほどね、こうしてるうちに、こちら、はい、全身がこれがですね、しんちゃんにデザインしてくれと言ったんですけど、はい、しんちゃんは僕と一緒でメタルギア忙しかったんで、はい、そうですね、はい、大変やんなんですね、そうですよね、ほんならしんちゃんの学生時代の画集がありまして、はい、それ見たらジェフティがいたんですすでに隣のページにアヌビスまでいたんですやったーと思って、これでええやんって言ってこれを元にしたんですけど、なるほど、その時の名前がフォーチューン、フォーチューン、はい、でそこからそうですね、はい、でそこから増位になって、うん、PS2 にあの、うん、メタル PS2 作ってたんで、はい、そのエンジンとかを使って、はい、アヌビスになっていくと、なんかものすごい歴史を感じる、この辺のもっと危険な話だと、します、危険な話があるんですね、実はね深い話がありますからね、まあまあ今日は触りということで、この沿いのかなり深かったですよ ね、 深かったですね、だいぶ奥まで触った感じしますけど、ね、大変な苦労をしてたと、はい、いうことですね、さあじゃあ続いてですね、さあ続いてはですね、はい、でその辺のですね、はい、コジプロのちょっと、うん、まあ闇の歴史もあったんですけど、はいはい、まあ整理してみましょうということですね、はい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 、こちらですね、コジマプロダクションっていうのは、はい、元後になってからの組織なんです、まあ、はい、小島組と、はいはい、小島組と言われるようになったのが、はい、1995年のポリスノーツ、はいはいはい、これ神戸に事務所が、はい、あった時のあって、まあ、震災にあって東京に出てくる、はい、東京に出てくる、はい、はい、でさらに流れが、はい、まあ、先ほどおっしゃいましたトクメモあたりから、まあ、KC ジャパンという組織を作って、はい、ここでメタルギアソリッドが生まれると、生まれると、はい、先ほどね、はい、で、先ほど言いました通り、うん、黒字化したいんで、はい、岡村さんにトキメモ1、はい、2を作って評判が良かったんで、はい、岡村さんじゃあお前オリジナルのちょっとバジェットを使ったやつ作れ、はい、っていうのが、うん、結局増位になるとなっていくということで、トキメキメモリアルを作ったチームと合流、はい、うん、でときめきメモリードラマシリーズ3に、はいはい、脚本として参加したのが村田修洋、はい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 、村田修洋です、で、はい、ちょっと違いますけど、メタルから分岐したゴーストバベル、これは、はい、ゲームボーイで作ったんですけども、うんうん、作品だよ、このチームの系統が、うん、僕らの太陽とか僕隊に、はい、なっていくということで、アシッドになっていきます、ええ、で基本的にあの左端の直線のやつがメタルギア系は、はい、小島秀夫ゲーム、はいはい、それ以外は、うん、まあ、企画もやったりしますけど、プロデュースとして参加してる、大体ね、はいはい、A チーム、B チーム、C チームぐらい、はいはいはい、で、音楽ゲームをやってましたから、まあ、4チーム、3チームで、はいはいはい、当時は回してました、動いていたときは、まあ、100ちょっとでした、100人ぐらいで、まあ、すごい頑張ってた、かなり幅広いですよね、このゲームの内容が、はい、アヌビスの下にガイサベっていうのありますけど、これは土曜日、はい、ガイサベします、ガイサベ、なるほど、これは、はい、実はアヌビス2を作ってたんです、はい、それがどうなったっていうのは後ほどじゃまたというということで、はい、で、まあ、現在はこのように、はい、まあ、あの1本作るのにすごいあの大変な、大変です、時間とエネルギーがかかります、まあまあ、僕隊もちょっと今止まってしまいましたけども、はい、まあ、ほぼ、まあ、みんなでメタルギアを
作ってると、まあ、あのフォックスエンジンというのを作ってまして、ね、はい、まあ、このような形なので、うん、はい、アヌビスを作りたくても作れない。なるほどね、これはいっぱいいっぱいですね。まあ確かに、まあ、どなたかに作ってほしいなと思ってます。ほう、まあ、あの、なんかね、出展されてる、監督ですね、なんか聞きたかったな、ね、今の、まあ、この流れでいくと、はい、ね、MGS ライジング、メタルギアソリッドライジング、これが気になってしょうがない、これこれこれ、このロゴ一番大きな感じなんですけど、実はこれ僕もまだ見てないんです。私も見てないです。これはね、はい、そうですね、昨日のリアではなかったですね。なかったです、昨日の、はい、剥がしちゃダメだって言うから、出していいですか。皆さん知りたいでしょ。知りたいですよね。まあ、一応構えてた方がいいかな、ね、カメラは。そうですよね。ね、行っときましょう。いいですか。行きましょうか。じゃあごめんなさい、僕だけの責任になるの嫌なので、ユミさん一緒にいいですか。一緒の、私も責任を負います。せーの、よいしょ。あら、無反応ですか。来た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 。笑っております。ですね、はい、ライジングですね。はい。なくなったんちゃうかとか、いろんな説がありますけど。はい。作ってますので、作ってますよね、ちゃんと、はい、来年発売です。はい、お、2012年、はい、はい、これはもうね、ちょっとまだ見せたくない。そうですよ、ほら、工事な品質を第一に細心の注意を払って制作いたしてますので、なくなってませんからね、はい。はい、どうですか、今ツイッター荒れてませんか。ツイッターも大荒れですね、大荒れですね。どうなってんだと、はい、もうまさかこれね、うん、まあね、こんな手間かけんねったら出せよということで、ここ中品質第一って書いてる、ね、なるほどね、書いてありますよ。結構かかりましたから、これ、ね、これをわざわざ作ってくれるというのがすごいですね、はい、そうですね、作ってますからね、素晴らしい、はい、まあ、ね、何かとご迷惑をおかけいたしますが、すいませんね、品質を第一に、これが見たくて皆さん並ばれてると思うんですけど、そうかもしれないけど、もうしばらくお待ちください、まあ、出ますから、間違いなく、出ますよね、はい、大丈夫です。でそういう意味では2012年に向けていろんなものがもういっぱい待ち構えてますよ、ここにないんですけども、うん、フォックスエンジンっていうそのゲームエンジンを今作ってます、うんうん、はい、でこれでいろんなものを作るんですけども、うん、あのでこのライジングもありますけど、その僕の、はい、なんちゃって直径の、ね、この流れですよね、はい、直径のまあ新作を作ってますんで、はい、ここのこ の, その こ, こ の, 下, この下っていうかそのこの辺、まあ、何か分かりませんけど、まあ、僕が、はい、ゲームデザインしてるやつ、ね、小島監督班が、あの、いや、ライジングはプロデューサーでしょ、はい、プロデューサーですよね、あの、僕タイムプロデューサーでしょ、はい、で、ま、今までのメタルは僕がやってた、はい、あの、ヒデオ小島ゲームっていう名前のやつを作ってます、はい、ワン、ツー、スリー、フォーを、あ、そういうのかどうか分かりませんけど、そういうことじゃなく、なんだろうな、森一丁さん、そこまでにしとこうかな。いや、なんかもうユーザーとしてすごい知りたいんですけど、そうなんですよね、前のめりになってます、はい、そこまでにしとこうかな、はい、わかりました、はい、ちょっとですね、スタッフも不安になってるぐらい、地味なゲームですよ。地味なゲーム、ものすごい地味ですね。地味ってまた書かれちゃいますよ。地味ってはちょっと意味が、まあ、日本語で言うと、あれですけど、ライジングとは全然違いますね。あ、違った方向性の、シャカシャカシャカっていうのじゃなく、うわーみたいな、地味みたいな、なんかお茶立てちゃったりするとか、ちょっとね、だから僕もちょっとこれでいいのかみたいな不安な時期です。なるほど、小島秀夫監督が地味なゲームを制作中です。地味なというとそれね、どうなんですかね、地味ですよ、まあ、これは派手なアクションでなく、あのね、ちょっと今までのとは、まあ、ちょっと違います、あの考え方が違います。なんかでも、もうこれ以上、これ以上はちょっとやめましょう、監督ポロリ、はい、ポロリしちゃいそうなんで、やめときましょう、はい、ということでですね、そうですね、僕が調べてきたことはもう以上でございます。でございますが、ね、ということで、はい、残念ながらお時間となってしまいました、はい、時間はどんな感じですか。そうですね、予定より30分早いです、はい、あれ、はい、あ、そうですか、1時間20分でございます、はい、じゃあ監督どうぞ真ん中へ、まあ、はい、ね、ビジネスデーとしてはちょっと不満の方もおられると思いますけど、はい、まあ、今年は仕込みの年ですので、うん、はい、まあ、とはいえ来年25周年なので、はい、まあ、振り返っていただくということで今回のステージを用意しました、うん、で、あの HD エディション 3DS ありますので、それを遊んでいただいて、うん、まあ、来年はライジング、うん、その次は地味ゲーム、地味系、あの鬼企画と呼んでるやつです。鬼企画ですね。鬼、最近あの監督がツイッターでね、つぶやいていらっしゃいます、はい、例の鬼、はい、鬼企画が、まあ、地味な
なんでしょうね、想像を膨らませるしかないですからね。売れるかどうか分かりませんけどね。そうですね、いやいや売れますよ長さを染めちゃったよ、まあ、ということでですね、この辺が売れるんで大丈夫期待しております、はい、来年に期待です、2012年に期待です。監督、はい、ユーストリームの前の皆さんにもどうぞ一言お願いします。ですね、ユーストリームはなければもっと喋れたんですけども、この程度に人が来ましたけども、アヌビスファンの方はですね、はい、土曜日、アヌビスだけで時間を取ってますし、はい、ゲストで声優さんも来てますし、たくさん来ます。ムラッシュもしんちゃんも来てますんで、来ます来ます。当時の、まあ、いろんな話を、皆さんに紹介できると思います。そうですね、はい、濃い話を。で、日曜日は大塚さんをはじめ、はい、MGS の声優さんとか来られてますんで、はい、そちらそちらでまた濃い話ができますので、はいはい、まあ、ユーストは全部あるんでしたっけ。そうです、あります。あ、ということはあんまり話できません。いや、そのあたりには解放しましょう。もうしちゃってくださいよ、はい、今日は初日ということなんですけどもね、はい、今日から、はい、4日間ありますので、はい、最後までビシッと頑張っていきましょうね。はい、はい、で、体験版もありますので、はい、体験版あります。その辺の話をね。そうですね、はい、しましょうかね。はい、あ、そしてさらにですね、そうです、そう、大事なことを忘れておりました、はい、あのですね、はい、こちら体験版を経験されるとですね、皆さんも、はい、体験されると、体験されるとですね、うん、皆さんお持ちの方もいらっしゃると思うんですけども、これ、マルヒの、そうですね、この、ジャニーズでよく見かけるような大きさの、そうですね、うんうん、で、ここで、はい、あの、極秘の、ですね、10何種類でしたっけね、16種類ありますね、全部で3、2、3、ピースウォーカー、はい、3DS、はい、それぞれ並ぶ列が違うんですけども、今ね、こちらに出ておりますけど、それを1回プレイすると、はい、1枚そのそれぞれのやつもらえます、はい、もう1回行くと違うやつもらってくださいね、言ったらもらえると思いますから、はい、で、まあ、全部コンプリートするにはだいぶ、まあ、何回も並ばない、そうですね、頑張って並んでいただいて、はい、ということなんですが、はい、この他にレアが、はい、レアうちわがなんとありまして、あれ出てますかね、出てませんか。これはもう、あの、まず見せていただいて、あ、今日はこれですね、はい、これにしましょうか、まず、はい、じゃあまず、はい、まずこちらのうちわですね、いきますよ、はい、よいしょ、見えてん、見れたでしょ、見れないでしょ、動体視力がいい人は見えたはず、どんだけですか、まあ、そんな、はい、じゃあいくよ、はい、じゃん、これ、今日、まあ、確率はちょっと分かりません、100枚ぐらいでしょうか、100枚しか作ってません、100枚、今日はかなりレアです。明日はまた違うやつですけども、はい、そうですね、はい、これは、まあ、どうもらえるか分かりませんけど、はい、ランダムみたいな、頑張ってこの運をね、くじ引きの運みたいなのを使ってください、うん、はい、ここで、はい、ぜひぜひ。そして、そして、超スーパーレア、超スーパーレア、これは1日に1枚しか、1枚というか、はい、1枚ずつしか出ません。世界に5枚だそうですね、5枚、世界に5枚です、5枚、4日間あるので、世界に4日間ありますので、はい、はい、ということで、はい、せーので、せーのでいきましょうか、せーの、こちらです、こっちですね、はい、これサイン付きなんで、はい、はい、これは、こちらですよ、ちゆみさんの、はい、うちわ、はい、サイン付きです、はい、はい、中にはメッセージも入ってるのがあるんでね、そうなんですか、ぜひ、なんでなんですか、レイブン、レイブンとかね、はい、いろいろメッセージを入れておきました、はい、そしてこちらは小島監督の、私のうちわ、うちわでございます、はい、1枚しか出ません、1枚、1日1枚ですね、お願いですからね、これ引いた人、捨てないでくださいね、踏まないでくださいね、はい、あの、落書きもされないようにということですね、転売もしないでくださいヤフーオークションに売らないようにね、まあ、交換庫は大丈夫ですね、交換庫はね、そうですね、はい、はい、じゃあこちらの方もスーパーレアで、はい、ぜひゲットして帰ってほしいなと思います、はい、ということで、はい、今回のこのステージ終わりになってきました、そうですね、はい、もう頑張って最後まで、はい、森一郎さんもどうぞよろしくお願いいたします、はい、まあ、初日ですんでね、はい、初日ですけどね、もうだんだん情報を出していきますから、そうです、本当はもっといっぱい仕込みがあるんですけども、あるんですよ、ちょっと時間の関係で計りながらやってますんで、おそらく明日はまた違うことを言って、そうですね、多分違うことがします、はい、まあ、お時間のある方は明日来ていただいて、来ていただくか、まあ、ユーストで、そうですね、まあ、ユーストからあんまり喋れませんけど、まあ今日は多分ウィキペディアの情報が多分だいぶ増えたと思います、ね、だいぶ増えてますね、そんなとこに書きほしくないですはい、すはい、そういうことでした、はい、ということで小島監督どうもありがとうございました、はいはい、ありがとうございました、皆さん大きな拍手をお送りください、どうもありがとうございました、いやいや楽しみですね、森一さん、すごいです ね今日はギリギリセーフだったみたいですね、みんなさんの顔を見てると、あ、そうですか、スタッフの顔を見てると、明日もうちょっとめくれやすいといいですね、明日はそうですね、ぜひノリを弱めにしておいてくださいぜひお願いします、はい、引き続き極秘任務に遂行してください、ね、よろしくお願いします、森一さんでした、どうもありがとうございました、
この後もこちらのコナミブース、こちらの体験台、私有台ありますか、ぜひ遊んで帰ってください。ユーストリームの前の皆さんもどうもありがとうございました。じゃあ明日またお会いしましょう。どうもありがとうございます。